こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い何が行くんでしょうか。オリーブダーリン前に行きそうです。クイックブルース、それに続いています。さらにはブレイブパーシブ、14番大気シャトル、その後ろエルムハースト、後ろからになりそうです。前に戻りましょう。ブレイブパーシブ先手を取りました。さあ先頭はまだ5番ブレイブパーシブ。ここで先頭が入れ替わりました。ブレイクコンティネント、ブレイブパーシブ2番手に控えました。大外からオレンジの帽子大気シャトル伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は大気シャトル。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭は大気シャトル、差は3馬身、後続の手応えもいい。あと 200m 大気シャトル先頭だ。残り 100m 後続は大きく離れた。2番手はエルムハースト、大気シャトル1着、大気シャトル完勝、大気シャトル1着。2着にはどうやらエルムハースト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。大気シャトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。